遅いなあ、渡くんたち。うん、映画に遅れちゃうじゃない。ああ、カップルばっかり。やんなっちゃ。さっきからずっとあそこに。声かけてみるか。いやね、一人で立ってると必ずこういう出会いが出てくるんだから。かわいいな、すごく。俺の好みのタイプだ。ま、悪い気はしないけど。ありゃ捨てられたって面だぜ。誰にでもついてくんじゃねえの。失礼ね、誰でもいいってわけじゃないわよ。はあ、もう帰る。忍ぶ、何があったんだい。何でもいいでしょ。話してごらん、君の心を支えたいんだ。あ、美人だっちゃ。な、だから。ああ、私だけ見つめてくれる男の人、道に落ちてないかしら。稲葉さん？稲葉さんじゃないの？忍さん。なんで忍と行かなきゃいかんのだ。パートナーが必要なんです。恋人のいる局員はいいんですけどね。僕、恋人いないし、忍さんしか思いつかなくて。でも、やっぱり厚かましかったかな。すみませんでした。妙なお願いしちゃって。他の人探してみますから。はぁ、あ。待ちなさいよ。最初からそういえば素直に付き合ってあげたのに。それじゃ、しのぶさん。どうせ紐戻し。これは。これのどこが愛と勇気を試すテストだっちゃ。うん、一見何の変哲もない女湯だが。みんな下がってろ、俺が確かめてくる。なに、裸見てのぼせた。今時珍しいっちゃね。女の人に慣れてなくて。まあ、恋人いないって本当みたいね。実は俺も女性に慣れてなくて。女湯で十分慣れ親しんだでしょうが。大丈夫ですか。ありがとうございます。当たり前のことをしたまだです。こちらこそが本当の極楽だったのじゃ。上辺に騙されずようこちらに来た。騙された、上辺に騙された。まで、ああいう人と思わなかったわ。話を聞いて。私帰る。は、別のパートナー見つけてちょうだい。誰でもいいんでしょ。稲葉君、テストコース外れてしまったよ。ふ、真面目なやつだな。試験頑張ってね。もう会うこともないでしょうけど。あの湖でのあれは本当に誤解。いいのよ、気にしてないから。過ちは誰にでもあるものよ。花、どこにあるの。しおれかかってる。咲いてないと向こうなんて。花、咲いてませんでしたか。
残念ね。頑張ったのに。いいんです、別に。テストなんか口実で、忍さんと一緒にいたかっただけだし。僕なんかに付き合ってくれて本当にありがとう。何言ってんの。私だって忍さん、どうしたんですか。嬉しいの、嬉しいの。また遊びに行っていいですか。